はい、皆さんこんにちは。遊び屋こいのぼりです。今回はね、僕が実際やって煉獄までね上がっていっているやり方を皆様に共有できたらと思っております。はい、これがね今のところ、僕のやり方では、勝ちやすいのかなという感じでございます。編成に関しましては、協力、疾風の足、表彰全体、万能薬というね、編成になっております。はい、これでね一応僕は万能に使えております。理由としてはね、忍術が使えない時に、疾風の足でカバーというね、感じでございますね。はい、あとはね全体表彰で攻撃力を全体的にアップさせるということでございます。はい、それではやっていきたいと思います。はい、スタートしまして、僕はね開幕から、ゴキダッシュをね、使っていきます。はい、前よりはね精度が上がってきまして、良くなったのかなという感じでございますがね、まあ、これみんなね使ってるので、今のところは、並行していっているような状態でございます。で、僕の場合は今ね、僕のプレイヤースキルがちょっと、劣っているので、下に行ってしまったと。はい、下に行ってしまって、敵というかね相手チームに差をつけられてしまいます。チームからもね置いてかれてしまいます。でも、これをね、覆すことができるというね、実際上に行って、その同じペースで行けるのもいいんですけど、ここで僕は挽回をするための、施策が一つ入っております。それがねこちらのね、疾風の足ですね、こちらの方を、使うために、持っております。はい、で、開幕から、忍術を使います。で、右のね相手チームの方はちょっともう勝ち確だっていうなめぷをされているんですけど、これはね僕は勝てると思ってやっております。理由としましては、一発目のところで、忍術はね基本的に封印されないです。最後の最後で封印を使う人の方が多いので、ここは安全にね忍術が使えます。ですぐにここで疾風の足を使って、相手チームに差をつけますね。はい、で僕は上を行く方が多いのだと思いますが、僕の場合は下を行きます。理由としましては、下の方が僕は安全だからですね。確実に行くというね、この差をつけた理由もねありまして、もし前半で上の方をね行けてね、最短ルートで、さらに差がつけられたら上行ってもいいかもしれないですけど、ちょっとね危険が伴いますので、僕の場合は上を行かずに下を行きます。でここで確実に、ちょっとね動きダッシュを使って、ダッシュしてからの、ここでね疾風の足を使うこともいいかもしれませんが、僕の場合は、開幕スタートじゃというかね、すぐに使うのをお勧めしております。はい、で、今のところね、相手に抜かれることなくここまで来れましたね。ここまで来てしまえば、基本的にこれだけの差があると、結構のね、火力の差が出ます。はい、なので、火力が少ないというプレイヤーは基本的に先に、入ることがとても大事になりますので、例えば3500の攻撃力がある人と、3000の攻撃力がある人で、どっちが、同時に戦ったらそれは厳しいと思うんですけど、先に3000の方が10秒でもいいか入ってしまった場合はそれは覆せなくなりますので、10秒という差が、ね、つくのはちょっともしかしたら厳しいかもしれないですけどね、極端な話そういうことでございますね。で相手が、封印を使ってこないと思ったので、全体表彰で攻撃力を上げつつスキルと忍術で一気に畳み込むという、こういうやり方で僕は戦っております。はい、そしてね、この後なんですが、僕が、実はね練習しているゴキダッシュを練習しているステージがありまして、そこをね紹介したいと思いますので、そちらの方も見ていただけたらと思います。はい、こちらのね、罠というねステージでございます。こちらがねずっとゴキダッシュができまして、かなりここが練習になります。もっとね激しい攻撃が欲しいという方であれば、精鋭の方のね、こちらの罠をやられることをお勧めいたします。ゴキダッシュだけをね感覚的に失敗しないように練習したいのであれば、ここでね、このように、ゴキダッシュをし続けて、精度を上げていくというのは、とてもね 3v3 では必須になりますので、今後の、環境が変わることであっても、
絶対これは必須になりますので練習しておいてください。これはね、僕的にはすごくおすすめの練習方法です。正直 3v3 で勝つ、どんどんね上に勝ち上がるには、僕が現環境で見ているとやはりね火力は、3000以上、ある方がやっぱり上に行かれてる方は多いのかなと思います。それにプラスアルファとは、どれだけ、ステージを、最短ルートで行けるのかっていうことがね大事になってきます。ただ煉獄までは、それが、使えるので、創始まででしたら、クリアは、可能かと思いますので、人望を集めたい方はぜひぜひ、活用してみてください。これはね、サムネ用のスクショでございます。 3v3 について実用的な内容がね、すぐに簡単に使える内容がまだねわからない方もいらっしゃると思いますので、ぜひぜひこの動画を、拡散していただけたらありがたいです。それにはね皆様の高評価がとても大事になってきますので、よろしくお願いします。それではまた更新します。遊びや恋のぼりでした。またねー。